よりもパンパン。これ硬いんですよ。これが歪むんですよ。あ、歪みなんですか。そう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 。あの、酷使してますから。そうそうそう。引きずるだけで肩こり。ぶつきました。左。うん、すごく左にいってるからね。うん。ね、左。ただ、ゴシーの逆だよね。うん、そうそうそう。と、苦しいですね、こっち。うん、苦しいでしょ。自然に曲げた。ダラッと反ってね、ダラーンって。よいしょ、こっち、もうちょっと逆ね。はい。あらー。これがまっすぐ。全然。これがまっすぐ。これはまっすぐ。あ、そうそうそう。こっち、こっち、こっちはこう行くけど、うん、こっち行く嫌でしょ。これ嫌でしょ。あら、こっちの方行きやすい。あ、行きやすい。全然。これは歪む。だからこっちの方行く。これがまっすぐ。あ、本当ですね。で、曲げたらこっち曲がって曲がらない。あ、本当や。むしろ触ってみます。こう、こう上下に触ってあげて。うん。これ。こっちも。硬いですね。硬いでしょ。これもう相当きついよね、これ。うん。お芯がいかに柔らかいか。柔らかくなっちゃった。柔らかくなっちゃった。本来に戻ってる。ああ、そういうことですね。そうなんや。だから、こうは行くけど、こうは行かない。ああ、行かない。本当ですね。行くでしょ。こんだけ違うわけ。上がって上がらない。わかる？これ、奥さん、これだけ違う。上がって上がらない。だから、腰から背中、ほな、こう体幹を保持する筋肉が前が、右の前が縮んで、裏が左が伸びてるわけ。で、後ろは逆。で、こんだけ違う。で、これがまっすぐだよ。あら。とにかく人は生もので生きてるので、僕のやってるのは対症療法ではないんですね、うん、で今マッサージ整体とか鍼灸、僕も鍼灸師なんであるんですけど、刺激を入れると体反応します。で雨漏りして床、その症状を取ろうとしてる場合が多いんですね、うん、であの雨漏りしたらどこ直すか、天気穴直しますよ、ね、うん、穴の開いたのがその寝て疲れとるシステムがずれて、これが穴です、うん、これを戻せないと、もう氷はどっか行ってほぐしてもらわなあかんとかってなると、うん、もう完全に依存者になっちゃう。うん、この辺は全く症状なくて無意識の筋肉バランスを取っておくということなので、うん、その違いの差があります。じゃあ今から整理します、はい、ここの動きを微振動でビヤーとかそうでやってます。こういうこのまっすぐ動きね、今度お顔もくるくる、これもう一回上げてみて、はい、どうですか？さっきより上がりやすくなった。こんなことで変わるんですか？不思議ですね。でもそう、あのケースがあるのが不思議じゃないじゃん。多分会社で言うと。どうです？あ、サイズ。さっきより上がるように、サイズ同じ高さっぽくなってきて。で、上げるそのスピードが軽そう。そんな、なんていうんでしょう、うまいこと言えないですけど、うん、早く上げるように、うん、もしさっき奥さんより奥さんの声って今の方がお腹から出るようにしません、うん、大きい声なんで、うん、頭上げて、はい、シンク、そうそうそう、はい、これでもう一回足上げてください。どうですか？軽そうやね。なんか、あの重たく感じなく、そう、うん、だから無意識レベルが変わって関節の動く方が変わったから自分で動かすということに対しての結果が変わったんですね。で、この状態が元です、うん、じゃあうつ伏せになりましょう。あのさっき呼吸が楽になった、これが大きなんだね、うん、こんだけ、あ、力抜いてね、ほら、こんだけ曲がる、ね、あー、ほんとや、これ、ほらららー、元気ですわ、元気ですわ、私はこれから言われます。自分で触ってキュッキュッ、なんか柔らかくなってる、柔らかくなってる、ほんとや、柔らかくなってる、立て付けの悪いお家を持つ、あんなパツパツな肉が、うん、立て付けの悪いお家みたいになってて、すごい柔らかくなってる、うん、でこれでコリを取る、すごいコリはこんなもんだから、地爪を取ったら取れる、なんだって内緒取れるんだよ、すごい強いでしょ、すごい、うん、はい、息吸って、はい、軽く吸って、深呼吸じゃない、軽く吸って、吐いて、ふぅ、筋肉伸ばしないでね、はい、うつ伏せ、
生体を大変しはったとこは元です。近い。うん、まあ一回で全部だって、ね。そして、はい。はい、これできるよ、右側ね。出せた。肉行くでしょ。行きます。触って、もうより柔らかなんでしょ。肉すっごい柔らかい。肉柔らかい。肉。肉柔らかい。はい。で、頭痛も全部なくなるの。頭痛は今言って筋肉の緊張だから頭の血管、まあ、神経が締め付けられても頭痛、頭の中に結構なる90、だけど 99% 取れる。頭痛はもっと取れる。元気やから。じゃあ、うつ伏せ。あ、ごめん。もう一回足上げてみましょう。足を。足が。軽い、うん、これが本来の足、この足をキープして、この足で立ってたら全然腰を変えない。普段から前傾で仕事しても大丈夫ですか？全然大丈夫。でね、右側からさっき症状取れますからね、はい、次左と取れる。普通の左側の方がいいんじゃないですか。あ、もう一回首サイドやりましょうか。はい、右と左、はい、いいでしょ。あ、すごい、こっちか、うん、そう、これでいいんです。ここが元、ここから差が出て寝て毎日戻る。僕がやってることは寝てるはね、やれることやから、これが自分にやれるように体に覚え込ませる、うん、そしたら整体なんかこれいいんですよ。あ、そら、ね、ここでしょ、こっちね、やばっか、うん、はい、じゃあ降りてください。オッケーです。まあ、寝て疲れ取ればいいよってことです。で、まあ、今日からで眠らったら寝てみてほしい。いろんなこう反応出るので、あとはもう体がどう変わるかっていうのは、その人いろんな変わり方する。あの、見てたら、すごい変わってきてたんで。わかりますよ。なんかよく眠れてて、今までは、夜中私が起きると、手を着てたのに、起きなかったんですよ。素晴らしい。で、気づかなかったよね。うん、眠りが深い、良い睡眠が取れてて。